はいこんにちはレトスのおノです3月1日ということで3月に入りました試験まであと7ヶ月半ですね本日は3月の勉強法について共有させていただきますこの動画の右上のお知らせボタンもしくはこの動画の最後にお知らせいたしますそれでは3問に入ります 不動産の登記事項証明書の交付を請求する場合、原則当該不動産の利害関係人でないと請求できない、丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えは、これ、誤りですね、登記事項証明書っていうのは、利害関係人でなかったとしても、誰でも請求できるんですね。 まあ、従って罰になります。実際に、登記事項証明書とかを、まあ、取ってる方っていうのかな。まあ、不動産関係の方っていうのは、意外と、この登記事項証明書とか取るんですけども、その方だと分かる、わかりやすいんですよね。実際に、ある物件について、所有者誰なのかって調べるときに、登記事項証明書を交付してもらって、え、調べるってことをやってると思うんですね。つまり、不動産会社っていうのは、 ある土地についての利害関係人ではないですよね。全然全く利害関係がない、えー、人が所有する土地であったとしても、その土地の登記事項証明書を交付請求することができるんですね。で、この点についてなんで利害関係でない人も登記事項証明書をね、えー、交付できるのかって疑問に思われる方、えー、いると思うんですけども、すいません。ちょっとこれ解説すると長くなりますので、えー、今回省略させていただきます。で、問いですね。 法人の役員のうちに、業務上過失致死傷等の罪により、3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、当該法人は免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる、丸か罰かという問題ですえ。これ罰ですね。法人の役員や政令使用人が結核要件に該当する刑罰。例えば、禁錮刑以上の刑だったりとか、暴力や、 業法違反による罰金刑、こういったものに処せられた場合っていうのは役員も結核ですし法人も結核と今回の問題は懲役刑を受けているので役員も法人も免許を受けることができないんですね、まあ、2人とも結核に当たりますでそして執行猶予がついていた場合どうなるかっていうと執行猶予が満了すれば直ちに免許を受けることができますが本文は執行猶予がついていれば直ちに免許を受けることができるとこう書いてありますので、ね、この部分が誤りですね 執行猶予期間の満了までは待たないといけないですよね。まあこれ基本問題なんですけども、ボンビスするような問題なんですよ。で、ここでボンビスするようだと合格できませんので注意しましょう。で、問い3ですね。A が所有する市街化調整区域に所在する面積3000平米の農地について、 B に売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件として締結した場合、B は事後届を行う必要がある、丸かツかという問題ですね。え答えは罰です。農地法の5条許可を停止条件とするえ、この売買契約の締結、これ、事後届の対象になるんですね。対象となる取引ではあるんですけれども、市街化調整区域の場合、5000平米以上が 届出の対象なんで、すねで今回3000平米なんですよね。ってことは、これ、届け出対象の面積にはならないわけですよ。従ってえ、今回の問題っていうのは、届け出はいりませんよということです。従って、B は届け出を行う必要がある。これは誤りだということですね。で、一応ちょっと関連ポイントとしてお伝えをすると、農地法3条許可、これを受けている場合っていうのは、もう例外として、届け出はもう不要になります。 もう面積関係なく届けで不要になります。なので、これは関連ポイントですね。で、この問題っていうのは、国土利用計画法、農地法、民法が絡む、まあ、非常に良い,い問題なんですね。で、この問題が、達検試験の標準レベルなので、まあ、これちゃんと理解しておく必要があります。すいません、今回はですね、ちょっと無料ということで、まあ、どうやって理解するかまではお伝えしてないんですけども、まあ、こういった部分を個別指導で詳しくお伝えします。で、こういった部分をちゃんと理解できれば、まあ、すごく簡単に解けるようになるんですね。 で覚えるというよりも答えを自分自身で導けるようになりますのでぜひですね理解学習を身につけていただければと思いますえ個別指導はこの動画の下の概要欄の方にリンク貼っておきますのでぜひご確認いただければと思いますそしてはじめにもお伝えした通り3月からの勉強法ですね3月から卓研合格するためにやるべきことは何なのか動画にまとめましたのでこちらの動画参考にしてみてください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした